过了13年，还是有很多人不敢回家。在这里找了这么一片大大的土地，为的呢就是要储藏一些含有辐射性的土壤。我在这里呢必须戴帽子，还必须戴手套。で、健康意識が高い方々って震災があった地域の米買わないですよね。あ、それはありました。やっぱりそこで土を使ってっていうのはなかなか難しいかなっていうのはありました。2011年3月11日。日本东海岸发生了9级特大地震，地震引发的海啸滚滚而来，冲击了沿海地区10米高的福岛第一核电厂，引发了严重的核泄漏危机。事故中所释放的大量辐射物质严重的污染了核电厂周边地区。日本当局对核电厂30公里范围内的地区发出了疏散令，10多个地区被圈为禁区。其中7个受严重污染的城市列为返乡困难区，全面禁止进入，自然也就禁止居民迁回故乡。当中除了核电站所在地富冈町，影响最严重的是有数万人口居住的双叶、浪江和大熊3座城镇。封锁了整整10年，这些城镇形同鬼城，直到2022年才全面解封。13年过去了，福岛的这些灾区有了什么样的变化？2月底，就在311/13周年纪念前夕，日本环境部官员带外国记者进入灾区，实地了解情况。我现在的地区呢，也是离开福岛第一发电厂只有15到20公里的地区，叫做浪江。这个地区呢，到目前为止呢，已经经过了13年，还是有很多人不敢回家。所以呢，在我周围的一些房子呢，还是空着的。比如说这一家房子，我们可以看到，到现在为止，这个信箱呢都没有贴上任何纸，而且门口是钉着一个木板。这个地区的居民大多以耕农为生，如何解决土壤核污染问题成了灾后重建的当务之急。我们的巴士驶入了核电站周边地区，沿途看到道路两旁的空地上都堆满着黑色的塑料袋，这里面装的是满满的辐射污染土壤以及核污染物质。其实日本当局早在核危机爆发后的第3年就开始在福岛展开净化土地的工作，通过去除田地表面的土壤，砍伐树木，要设法将核污染地带还原。据统计，福岛有50多个空地被征用来储藏这些核污染土壤，存量可填满东京11个巨蛋棒球场。我现在在的地方呢，其实是日本在311之后呢，他们开始在这里找了这么一片大大的土地，为的呢就是要储藏一些含有辐射性的土壤。我们就站在已经过整顿净化的土壤废墟上听环境部官员讲解。官员说，一些核物质需要长达30年才能完全净化除害。日本政府也计划将辐射度较低的土壤转移到福岛以外的地区储藏，还可以用作铺设道路的原料。当然，日本政府说他们经过了不同的这个程序，将它给渐渐的清洁了。可是呢，市民对这些还是挺担心的。大家也看到，我在这里呢，在听说的时候呢，穿的是非常严谨的，比如说我的鞋子。我必须戴帽子，还必须戴手套。日本环境部也会定期检测核电厂周围地区的辐射剂量。
まあ、歯医者さんで、X 線のレントゲンを受けると大体10マイクルシーベルトぐらいとか。あとは東京とニューヨークをですね、飛行機で1往復すると、さらに10倍の100マイクロシーベルトぐらいとか。まあ、まあ、すごい高いところだったら、昔だったら、本当100マイクロシーベルトとか。现在我们看到的在我后面的这个呢，其实就是福岛的各个地区都会摆着一个用来测量这个辐射的一个机器。我记得在我过去来采访福岛的时候呢，没有那么多，可是现在呢是可以到处都可以看到。这点呢可以看出日本呢是相当关注这个问题。当然刚才我在问这个官员的时候，他说这个数据呢其实是跟东京差不多的。长期监测辐射剂量是福岛核灾区决心走向复兴的一个保证。辐射热点浪江区已在开始恢复销售土产，礼品店架子上摆满着各种新鲜的蔬菜、水果，甚至是海菜。福岛在核事故发生之前，水源和米粮都广获好评，是盛产日本酒的好地方。佐藤太亮就在两年前在第一核电厂的25公里外的小高区建了自己一家小规模的酿酒厂。他并不是福岛原居民，却选择到福岛创业，用福岛的米和福岛的水来酿酒。米って土壌とも関係があるんですけれども、はい、やっぱり農家の皆さんはどういう思いですか？僕らお取引している農家さんって基本的に有機栽培とか自然栽培、特別栽培と呼ばれるような本当に農薬も極力使わないですごくこだわったお米作りをしてきている農家さんで、でそういう例えばその有機栽培をしている農家さんって普通の農家さんよりもすごくその風評被害の被害を受けていて、なんでかっていうと、で健康意識が高い方々って震災があった地域のお米買わないですよね。佐藤是带着妻儿一起移居到原本被列为禁区的小高区。据福岛明报报道，解封后有不少福岛原居民对返乡仍忧郁不决，反而是移居前来创业发展的外来移民较多。为了加快复兴，日当局也发补助金鼓励人们到灾区创业。ここに暮らせる人たちはそんなに今の暮らしをすごく不安に思ってるっていうよりは、やっぱりなんかこうもう一度ここで暮らしたいっていう強い意志と、あとは希望を持って、まあ、戻ってきてたりとか移住してきたりしてる人が多いので、あまりそういうネガティブな感情というよりはここでもう一度頑張ろうっていうポジティブな気持ちの方が大きいかなと思います。値段も高い。住在外县的谷口豪树三年前继承了妻子娘家在核电厂40公里外的一片农地，他起初也为土壤受污染问题而深感困扰。じゃあこれが全然土使ってないという。もう全くですね、使ってません。はい。やっぱり土壌に関して不安があったからこれに飛ばしてる。ああ、それはありました。やっぱりそこで土を使ってっていうのはなかなか難しいかなっていうのはありました、ね。为了解决土壤问题，谷口和一家研究所合作开发人工土壤。はい。生産革命っていう名前の。2.54 キロですかね、CO2 が発生するところを、しないようにしてるっていうので、そこは環境にはいいのかなと思ってます。谷口说要将危机变为转机，发展新型农业，将人工土壤延伸种植草莓等的农作物是他的梦想。あ、どうぞどうぞ。あ、こっちの大きいやつ。大きいやつ。じゃあぜひ教えてください。あ、はい、どうぞ。どこですか？接下来我们要吃一吃福岛的这个草莓っていう品種ですね。はい。
これが甘いやつ。あ、そうですね。ちょっと柔らかめのやつで。はい。どれか。もし、お茶どうぞどうぞ。いいですか。これをもぎ取ってもらって。もぎ取ってもらって。きちっと。きちっと。ああ、いただきた。はい、どうぞどうぞ。哈哈，看我现在摘下一个最大的草莓，どうですか？ちょっとセルフィーで。耶。うん、甘い。うん、ありがとうございます。やっぱり外国人のお客さんも来ますか？そうです。今インバウンドでいろいろ連絡が来るんですが、だから絶対安心でいることをどういうふうに保証しますか？そうですね。もう本当にこういうとこもそうなんですけど、いろんなところで、まあ、あ、美味しそうだね。パクって食べれてるとこですかね。何もこう染料も調べないで、もう本当安心なんで。それが大丈夫だよっていうので、あ、これ美味しいんですよ、パク美味しいねっていうのをどん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 広めるのがいいのかなと思いますね。はい。で、本当に福島のもの美味しいんで、それが皆さんにもっと通じれば嬉しいですね。在后的福岛在食品安全对策上显然更加的谨慎，严格的食品检测是一大前提，官方努力的监督，生产者也不断发出信息，希望福岛能尽快抹去核灾留下的阴影。